時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。はい、番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君弘と戦わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は日曜日の憂鬱な時間を明日への希望に変える番組の内容となっています。ぜひ最後までご視聴お願いします。また番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。そして YouTube も同時配信をしています。YouTube から入っていただいて FMGino1 日曜日の憂鬱を検索していただくとご視聴できますので、こちらも合わせて、お願いします。はい、ということで、はい、そうだちょっと思い出したんですけれども、はいはい、先週7月最後の放送って言っちゃったじゃないですか。はいはい、もう一回、今日が7月最後ですね。そうですね。31がありましたね。そうでしたよね。私、母親から LINE もらいました。ああ。失礼いたしました。失礼いたしました。今日が日曜、7月の日曜最後ですね。はい。はい、今日もよろしくお願いします。はい。まあ、暑い日が続いていますが。はい。はい。お便りからじゃあ、はい、お願いします。感想ですね。埼玉県在住の741歳の魔女さんから、はい、私も髪の潤いがなくなってきたので、シャンプー後はオイルをつけています。オイルパックしたりねっていうことです。でもう一件、東京都世田谷区在住の小鳥と一緒さんからです。仲間さん、女子と話したい世の男性を敵にしたぞ。かっこ笑い。私もシャンプーは使ってないですっていうことです。はい。まあ、先生、その話になったから、このコメントをいただいたんですけど。はい、そうですよね。先週ちょうど、シャンプーはどうしたらいいかとか、頻度はどうしたらいいかっていうお話の質問がありましたよね。そうですね、このシャンプー使ってないっていうのは、シャンプーは使わなくていいとは一言も言ってないですけど、最初の流しを8割ぐらい汚れが落ちるので、その後は軽くシャンプーはシャンプー剤つけないと落ちない部分もあるので、いいシャンプーを使いましょうっていうことを言ったんですけど。そうですね、いいシャンプーを使いましょう。そしてそうですね、シャンプーの前にちょっと先にぬるま湯で洗いましょうってお話でしたよね。はい、シャンプー使うので雑菌が湧いてきますので、はいはい、で41歳の魔女さんからの、はい、シャンプー後はオイルをつけていますっていうのは、これはまあだいぶ正しいと思います。髪が長い人は特にそうです。何もつけないで乾かすよりは、何かつけて乾かした方がキューティクルが整うんで、髪もツヤが出やすくなります。はい、はい、じゃあ741歳の魔女さんは正しかったですね。はい。小鳥と一緒さんも正しいけど、ちょっとね、シャンプーはしましょうという。あれ で毎日しましょう。毎日夜にしましょうでしたね。そうですね。やりました。ぜひまた紙のご質問お待ちしております。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあここで一曲聴いていただきます。ジュディマリでオーバードライブです。では、またちょっとお便りをご紹介します。はい。埼玉県秩父市のブラジルの精霊さんから。はい。はい。自分の子供の前でもお皿を舐めてたら、子供も舐めるように成長しました。とてもワイルドにたくましい姿でした。お二人は小さい頃お皿を舐めた記憶はありますか？
大人になったらめったに舐めることはないと思うので、ふと思い出したときぜひやってみてください。やってみてくださいですか。子供の頃お皿舐めたことありますか。子供の頃ですか。よくそのなんかパスタとかで、はいはい、ソースが取れない時とかあるじゃないですか、うんうんうん、あの時に正直やったことあります。ただ親に怒られましたけど。怒られますよね、まあ、一般的に。そうですね、だから見てないとこでやるっていうのはありますけど、まあ、気持ちはわかります。気持ちはわかりますね、はい、美味しいですもんね。ただまあどこの国でやるかっていうので、日本とか、まあ、ある程度ちゃんとマナーを守れば舐めてもいいとは思うんですけど。そうですね、はいはい、そこのタイミングと場所を考えられるといいですよね。はい、大人になったらめったに舐めることはないと思うのでっていうのは、まあ基本どうなんでしょうか。まあ大人になったらっていうことなのかどうなのか。はい、まあ、もしかしたらブラジルでは舐めるのかもしれないですね。ブラジル、そうかもしれないですね、はい、舐めてもいいのかもしれないですね、まあ、その国のルールとかマナーに合ってればいいんじゃないでしょうかね。そうですね、あと周りの人がね不快感を持たなければいいんでしょうね、はいはい、なんか日本もその全然このこれとちょっと話が被るとはあれなんですけど、その、はい、やっぱりお箸の持ち方とか結構大事じゃないですか。ああ言われましたよね。それによって結構その、ね、なんか育ちが分かるとか、はいはい、あると同様に、うん、なんか中国もレンゲの持ち方ですごいその人が一流かどうか分かるっていう話がある。そうなんですか。レンゲの持ち方があるらしいです。ちょっと詳しくは聞いてないんですけど、その中、日本人、自分の知り合いの、日本人の男性が中国の女性と結婚したときに、はい、レンゲの使い方はこうだよって、こういう人は一流なんだよっていう、なんかレンゲの使い方があるらしいです。おー、そうなんですね。なんか、なんでしょうね。うん、なんか奥が深い。そうなんですね。ちょっと想像できないですけどね。へ、うん、そうなんだ。まあ、お箸はね、わかりますけどね。綺麗に使える。あれですよね。マナーに関しては、やっぱり、その、日本が好きでっていう外国人の方が、日本の文化を学んで、一から、本当に大人になってゼロから学んでる人、方がすごい、こう、まあ、お箸の使い方も良かったり、言葉の、なんですか、その発音が良かったりとか意外とあったりするので、うん、うんうんうん、まあそういうのも大事かなと。、はい、うん、そうですね、美しいですよね。そうですね、まあ、あとは、うん、日本人によくあるパスタをこうなんか日本は麺をちぎる、なんていうんですかね、麺をこうイタリアとかの綺麗な食べ方って、うん、もう全部一本丸々食べるんで途中でかけらないんですよ。はい、ああはいはいはい。でも日本人はそうじゃないにくて、結構その途中で。ああ、噛み切っちゃうってことですか。そっか、なるほど。でも、はい、噛み切るっちゃうのやっぱりなんか美しくはないですよね。そうですね。うん、日本人は多分結構やっちゃうパターンなんで、うん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 、まあでももともとパスタはイタリアから始まった文化なんで、まあ、そこの文化にが一番一流なんだなっていう、うんうん、うん、そうですね、そうですね、はい、でもそれこそね、日本のお蕎麦とかだと、うんうん、音を立てる方がね、ズーズーって音を立てる方がマナーとして合ってるとかありますよね。そうですね、すする文化ですね。ね、でも外国の方すすれないって言いますかね。そうですね、うん、はい、不思議ですよね。不思議、そうですね、まあでももともと音を立てて食べるのはやっぱり良くないし、そっか、はい、いうのがあるから、日本人はそこだけは音立てるんだっていうところがあるからか。そうですね、うん、うん、ということです。ということですか。はい、ブラジルの精霊さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、でもう一件ご紹介します。千葉県柏市の、
どこでもサックスさんから。はい。先週の先発の話とても面白かったです。先日美容師に行った際カットしてもらった髪に白髪がかなり多く混じっていてとてもがっかりしたので、しかしタイムリーな話題でした。32歳の若白髪は治りますかっていうことなんですけど、まさに仲間さん向けの質問ですね。はい、そうですね。これ結論から言うと、一回白髪になっちゃった場合はもうほぼ 100% 治らないっていう科学的なエビデンスが出てるんですけど、はい、ただ人体 の、ま、あの七不思議っていうのがあるので、奇跡的に、はい、あの戻る可能性があります。へー。ただそれは本当に根拠は特に一応白髪に関してはですね、あのまだ実証はされてないっていうところがあるので。ああ、じゃあ戻った方もなぜ戻ったかはわからないっていうこと。そうですね。まあただそのあの、うん、これも確実にその実証されてるわけじゃないんですけど、遅らせるっていうことは、はい、あのできると思っています、僕の中で。そうなんですね。まあいろいろあのケアを、あの幹細胞とか今流行ってる入れたりとか、はい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 、そもそもなんで白髪になるんですか。ですね、もともと髪の毛ってあの白い状態で作られるんです、細胞が余ったのが。でその白い状態にメラニンっていう黒いメラニンがついてニョキって出てくるんですけど、はい、このメラニンを作る工場っていうところがなんかストップしちゃうんですね。それによって白いまま生えてくるのが白髪だっていう。なるほど、はい、なので本当は白髪なんです、もともとは。もともとね。あ、はい、そうなんですね。へえ。でもそのどこでもサックスさんみたいに若くても白髪の方もいらっしゃるじゃないですか、はいはい、そうするとなんでメラニンの機能働かなくなっちゃうんですか。やっぱり遺伝的なものもが一番だったりとか、まあ、あといろいろストレスの負荷とか言われてるんですけど、一番大きいのはもう遺伝的なものですね。あ、そうなんですね。遺伝なんですね。なんかよく頭使うと白髪になるとか。ああ、それはもうあくまでも根拠のないことなんで。根拠ない話。あのやっぱり遺伝が一番大きいですね。よくマリアンターネットが一日にして白髪になったっていうのは、あれはただの振り話なので、はいはい、あ、そうなんですね。まずありえないですね、その一日で白になる、まあ染めたのかもしれないですけど、その、はい。まあ、遺伝が一番で、一応、その、日本はですね、アダムとイブっていうのがあったとしたら、ミトコンドリアっていうのが一応、一番そのちっちゃい細胞になるんですよ。もう細胞の中の細胞っていうのはミトコンドリアって言われてるんですけど、そのミトコンドリアのイブっていうのは、7人のイブから全部始まってるんですよね、日本人は。へえ、面白い。ヨーロッパは5人なんですよ。でそこから発生して今のそのみんないるんで、7人の方が兄弟になるんですよ、絶対に。あの、たどればですよ、相当たどんないといけないですけど。相当たどりますね。はい。で、その遺伝子検査っていうのが今できるっていうところがあって、そのイブをたどっていく、うん、だからその人が、まあ、よく言うがんになりやすいとかも分かるし、その何がんになりやすいとかっていうのも分かるし、うんうんうん、その薄毛になりやすいというところもあるので、まあ、もしですね、その、ただ白髪っていうところは結構その実証はやっぱりあまり、なんかその、そこに力を入れてるっていうような科学者があんまりいないので、もしみんなで教えていけばそういうのは多分、あの、知ることはできるんじゃないかなと思います。ただ解決策がやっぱり微妙なので、はい、まあ、ただ僕の中には解決策いっぱいあるんですけど、まあ、ただここの公共の電波でお伝えするっていうと、ちょっとこうも、あの、過剰になっちゃうので、それができないですけど、まあ、本当に、あの、裏技ではあります、いろいろ。裏技はあるってことなんですね。ただ、一回なった場合はもうか限りなくやっぱ難しいので、若いうちからケア。若いうちからケアですか。はい、そっか。でも、私も割と早く白髪になってたような気がしますね。ああ。でも、なんか別に染めればいいからってあんまり気にしてなかったんですけど。うん、なんかまあそのぐらいの方がいいと思うんですよね。でもただその白髪が一番気になる人って、うん、あのよく美容業界でいうファースト一本って言うんですけど、1、2本チラッとそのこの額のあたりに見るときが一番気になるんですよ。もう出過ぎたら別にどうでもよくなるんで、うん、白髪を気にするファーストステップというのはそのファースト一本っていう2、3本チラチラって出た。あ、なるほどなるほど。はい、
そっからだんだん進化していくと、今度もう薄毛の方が気になってくるんで、もう白髪でもあった方がいいっていうふうに話を。そう、私もね、そう思ってて、別に白髪でもあったら、はい、いくらでもカラーリングできるしって思ってました。まあ、もっと言うと、その、髪を染める作業っていうんですかね、髪を染めることをやめると、その抜け毛もある程度収まるっていう。ああ、そうか。されてるので、まあ、その抜け毛が収まるってことは多分白髪も収まるんですね。多分っていうか、まあ、メカニズム的には。だから染めるのをやめるとか、まあ、あと特に金髪とかやってると結構やっぱ相当な毛包っていう髪の毛のお母さんみたいなところがあるんですけど、そこを大体20年ぐらい攻撃して、うん、やっちゃうので、特にその金髪っていうのはブリーチって言って、よくキッチンハイターとかハイターってあるじゃないですか。はい。あれってかけたらすぐ白くなるじゃないですか。変色。うんうん、あれをかけてるような頭に。そうなんですね。だからその染める声が一番本当はいろいろなダメージが老化とかもそうですけど。そっか。うん。まあ美容室やっていながらこういうことも言うのもなんですけど、本当は染めるのはあんまり本当はダメっていう。本当は髪の毛にとってはダメージを与えちゃうんです。どんなに抑えててもやっぱりダメージを与えちゃうんです。そうなんです。そうなんだ。うん。なんかなるだけそういうのをちゃんと、まあ、遺伝子検査とかする必要ないんですけど、うん、できればその母親の分かる範囲での、うんうん、先祖、母親も含めてですけど、母親のおじいちゃん、おばあちゃんとかにそういう人がいたら結構そこになる可能性があるので、うんうんうん、具体的に遺伝子検査はやった方がより分かるんですけど、そういう、うん、もうなんか見てみて、もう白髪が多い家系だったら大体白髪になるっていう、薄毛が多かったら薄毛になるって。ああ、なんか薄毛はね、なんかそのイメージがありますけどね、まあ、なので予防はできるので、今だと赤色 LED ライトを当てたりとか、幹細胞を入れたりとかすることによって、だいぶその若いうちからやるとだいぶ違うので、うんうんうん、なるほど。勉強になりますね。はい、どこでもサックス教室さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしょう、もう一件いきます。いきましょうか。はい。はい、東京都新宿区の、ラブデースさんから。はい。私は携帯扇風機は持っていませんが、ミニ太陽光発電パネルを購入して、USB 扇風機をつないでいるのですが、超ちっちゃいやつ。なかなか思うように動きません。めちゃ日当たりがいいので、真夏の日よけ兼送風機にと思ったのですが、太陽光発電パネルは単なるアルミホイル状態です。USB 家電で真夏に役立ついいものがあればお知らせください。USB 家電。家電ですね。USB 家電はどうなんでしょうね。まあでも、携帯扇、ハンディ扇風機の話、めちゃ引っ張りますよね。なかなか、お便り多いですよね、それに関する。この話題に行ってんのか。本当ですね。皆さん残ってるのかな。うん、USB とか関して言うと、ちょっと難しいかもしれないですね。難しいですね。今、なんかこう、じゃあパソコン周りに何か今つないでるかって言われると、何もつないでないですね。はいはい。やっぱ扇風機ですかね、浮かぶのはね。まあ、自宅だとやっぱりそうですね、扇風、まあ自宅だとそうですね。あとあれですかね、オンラインとかやる人は、いろいろこう、ライトアップとかね、はいはい、運用のライトとかやりますよね。こういうのかな。そうですね。ね、ラブデスさんにお答えできないかもしれない。まあ、やっぱり冷房使うのが一番。自宅だとですね。自宅だとそうですね。外は、やっぱりこの間お伝えしたように、うんうん、濡れたタオルを首に巻く、タオルじゃなくてもいいですけど、うんうん、そういう製品も売ってるので、それが一番熱中症対策とか、暑さ対策にはなるって、この携帯扇風機は外でやってると熱中症に逆に熱風が当たって、はい。なるっていうね。プチ情報がありましたよね。そうですね。うん、あれ ?30 度以上でしたっけ ?30 度以上ですね。だったらもう、はい、扇風機使わない方がいいってことですよね。扇風機使うと逆に熱風が来るので熱中症になりやすい。うん、なるリスクが大きくなるっていう。う
なるほどですね。はい。でももっと言うと、その体温計ってあるんですか？今よく熱を測ったりとか、体温を測る普通の体温計ですね。うん、あれも、よくピッてつけると、だいたいこう、今 L とか、なんかやっていい、はい、いいですよってマークが出るじゃないですか。出ますね。あれって35度くらいになると、もうずっとその3、なんか普通にその、の部屋で冷房とか何もつけてないと、30から全然下に1度ずつちょっとずつ下がっていって、なかなか下がんなくなるんですよ。そうか。で、扇風機。なるほど。扇風機に当てると、それ結構その、ちゃんと下がってくれるのかなと思ったら、全然やっぱ扇風機は下がらなくて。ああ、そっか、風で、ただ単なる同じ温度ですもんね。そうなんですよ。だから結局はその、氷とか、氷はもう一発でなるんですけど。はいはいはい。あと冷房、やっぱガンガン当てたところにかざすとかしないと、35度の、例えば、真夏の締め切った部屋の中でやると、まあ締め切らなくても、あれですけど、その、一切そこから下がらないっていうのがちょっとあるので、まあそれはそうですよね。まあでもよく考えたらそれはそうですよね。そうなんです。体温より高いんで、やっぱり。だって外気がね、35度だったらそれ以上下がんないですよね。そうなんです。なんかそういうことからも、この USB の扇風機は、これはもう、あれですね、あまり暑いとあまり効果がないので、そうですね。冷房入れちゃ、入れちゃってくださいっていう、あとは冷房入れた状態で、うん、扇風機回すと多少のエコとか節電にもなるので。そうですよね。私もそうしてます。併用してます。うん、エアコンと扇風機、両方使って回してます、はい。そういうふうに使っていただけるといいのかなって。うん、そうですね。はい。はい。ラブレスさん、お便りありがとうございました。はい、ありがとうございます。またぜひぜひお待ちしております。はい、お待ちしてます。はい。はい。では、エンディングの前に、はい。工藤敦子の手相コーナーということで。はい。はい。じゃあ、工藤敦子の手相コーナー。いきます、はい、今日はですね、頭脳線見ましょう。親指と人差し指の間からこう平行水平に出てる線ですね、こうカーブして下に行くのは生命線なんで、横切るように出てる線、頭脳線ですね、はい、これがまっすぐ伸びてるか、あとちょっと下にカーブして伸びていくか、なだらかにこう曲線を描くか、どっちですか？どっちですか？なだらかですね。曲線って感じですかね。曲線って感じですね。曲線より曲線。これ直線だと理系のですね。理系。はい。なだらかに曲線の方だと文系ですね。おー。浜さん文系の。もうバリバリ文系ですね。そうなんですね。形容詞全くなしっていうぐらい。おー。私ね、まっすぐなんですよ。ああ、じゃあ理系なんですね。なんでしょうね、きっとね。そうなんです。それが手相で分かるってすごいですね。高校生で、なんかよくこう、どっちか選択しなさいって迷ってる人は、うん、ひとまず手相見ても。ひとまず手相見るのいいと思います。あ、手相は本人も気がついてない自分の能力とか思いとかが出てくるので、あ、じゃあぜひぜひ見てみてください。あと、ちなみに、あんまりいないと思うんですけど、頭脳線がちょっと上向きに伸びていく。大体下がってると思うんですけれども、そうすると、商売上手らしいです。はい。そういう人は、じゃあ、もう自分で商売を始めて、はい。うん、やった方がいいです、ね。やった方がいいかもしれないですね。うん。そうですね。はい。皆さん、どうでしたでしょうか？いいでしたでしょうか、うん、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりましたね。はい。はい、では、そうですね、うん、この、日曜日の憂鬱は、毎週日曜日の、夜8時から、ご視聴できますので、また来週もご視聴お願いします。はい。夜8時は日曜日の憂鬱をよろしくお願いします。はい、皆さん、お付き合いくださりありがとうございました。まだまだ寝苦しい夜が続きますが、エアコンと扇風機を活用して、はい、ゆっくりお休みください。はい。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。また来週。はい、来週。